みなさんこんにちは、オルタナチャンネルのナイトです。ウィン、シベジャパンです。ドライアイスです。はい。そしてエタノール、まあ前回もやってるんだけど、うん、このドライアイスをエタノールの中に入れるとマイナス79度の超キンキンに冷えた液体ができるっていうね。そう、前回やってね、結構すごかったんだよね。 その中にスクイーズとかぷよぷよボールとか入れたんだけど、うん、今回はこれを入れたいと思います。はい。クッシュボールという、これなんかアメリカとかだと結構有名らしいんだけど、うん、なんか変なニュースだけど、酢飯の匂いじゃない。なんか変わってるわこれ。今回これをマイナス79度の液体に入れたらどうなるのかなっていう。すげえゴムが四方八方に伸びててすごいんだよね。うわー、あー気持ちいいね。うわー、これがどうなるのかっていうね。俺の腕毛よりすごいよ。じゃあ早速液体作っていくか。オッケー。まずじゃあこの中でエタノール入れます。はいよ。はい、どんどん入れてー、グビグビ入れてー、1本2本3本目。キャバクラみたいに。入りました。ありがとうございます。ご指名ありがとうございます。誰も指名してないよ。入れます。うおー、グビグビ溢れてるじゃん。グビグビ溢れてますよ。だいぶ泡立ってるよ。じゃあ入れる。やめてくれー。あー、俺はまだ固まってくれよー。あー、いった。すげえパスタみたいになってんじゃん。こっそりパスタみたいになってんじゃん。本当だ。ああ、うわ、上がってるよ。ほらほらほら。あ、ちょっと硬いかもしれないもん。うれー、うわ、さあすごいよ、泡立ち具合が。これは固まったんじゃないの。もう見えないもんね。うん、泡で見えない。ということでもう一個もちょっと時間かかりそうなんで入れちゃいますか。投入。入った。あ、もうこっちはハリネズミ感がすごいよ。もう違う。うん、これも早っ。霜がすごいもん。あ、本当だ。霜がすごいよ。霜だ過激。あーあー、すげえ。これは痛いぞ。投げたらこれグサッて刺さると思う。じゃあ、はい、出していく。いきます。はいよ。うわ、すごい。マジで。うわ、カチカチ。カチカチ。これ尖ってる、かなり。あの居酒屋のお通しみたいになってるこれ。パスタの、そう、カリカリだったね。カリカリパスタみたいなね。そうそうそう、ずっと食べられるやつ。うわ、すげえ。ハリセンボンだね。そうだね。チクチク感もすごいかもしれない。落としてみるよ。うん。ああ、一応硬くなってるね。一応硬くなってるっぽいね。うん。中側の方が硬いかもしれない。で、ここの密集自体が硬い。ひんやりして気持ちいい。ひんやりして気持ちいい。ひんやりして、ひんやりして。じゃあこっち出してみる。うん、カラフルなやつ。うん、うわあ、こっちの方がなんかすごい気がする。本当に。なんかこっちの方が尖ってる気がする。ちょっと落としてみるよ。うん、おお、こっちの方が硬いね。なんだ。あ、本当だ。に、握りつぶすとどうなる。いくよ。うん、あー、うわあ、もうゴムの感触じゃない、バキバキ。じゃあ最後、うん、これもう一回凍らせてナイトの頭に落としたい。なんでだよ。どういうこと。だからウニが頭の上に落ちてくるみたいな感じ。じゃあちょっと入れます。はい、取り出します。うわー、おちくちく。水分はしっかり切って。カチカチやで。うわー、硬っ。さっきより硬くなってんじゃん。皆さんは絶対真似しないでください。皆さんは絶対真似しないでください。それではハリセンボン落とします。やばいやばい、突き刺さる頭に。3、2、やばい、マジしないでみんな。いってぇ、突き刺さった。マジで突き刺さったんだけど。え、なんか一本突き刺さったんだけど。